山か海森高チャンネルです。こんにちは。こんにちは。今日はウィークリーエンジェル浜の後期に活躍してくれた、はい、フラッペン S85 の話をちょっとしていこうと思うんですけど、はい。このルアーね、もともといくつか持ってたんですけど、今年の4月ぐらいから結構よく使い始めて、っていうのもこのルアーの良さに気づいたから。ほう。これ一応シンキングペンシルボックスの中でやってて、入ってるルアーが、ここはモンスターショットの95サイズ と、はい、これ85やったかな、あ80サイズ、うん、この、3色クリアと派手めの2色、はい、まあ、モンスターショットが入ってて、ね、反対の方に、定番のぶっ飛び君、うんうん、もうカラーがハゲてあんま分からんくなったんですけど一応ラトルインとかラトルの入ってないモデルとか、うんうん、でそこに、めでたくこの S8 フラペン S85 はレギュラー入りしました。このね、一応シンキングペンシルになるんかな、このカテゴリーで言うと、うんうん、このルアーのすごい優秀な点が何点かあって、まあ、見てもらったらこう分かるかな、ここにリップのようなやつがお尻のところについてるんですよ、はい、ここで水を受けて頭をお尻から振らすような感じなんですけど、うん、これここにリップみたいなのがあることによってその水押しが強いんですよね、うんうんうん、なんで、他の、こういう同じような動きなんですけど、ぶっ飛び君とかモンスターショットに比べて水を強く押すんでアピールが強い、うんうんうん、と思ってて、最近はね、もう先発に使うことが多いですね、ナブラとかないような状況で、あでプラス、早く巻くことによって水面から20センチぐらいのとこを綺麗にトレースできるんで、うん、これが仮にミノーだともうちょっとレンジ入って50センチとか60センチとか、そこの差っていうのは結構大きくて本当に重宝しています。あんまり他にないようなただ巻いてるだけで飛距離も出てレンジコントロールもできる、うんうん、で他のこのシンキングペンシルとの使い分けで言うと、ナブラがあるときは、飛距離も出る、ぶっ飛び君とかモンスターショットを使うんですけど、うん、ないときはもう本当にこれ一択みたいな、あ探り用なんです、ね、探り用っすね。もうパイロットルアーとかって言うんですけど、うんうん、もうそれとしてはもう非常に優秀で飛距離も、ぶっ飛び君とかモンスターショットに比べても8割ぐらいは飛んでるんで、うん、十分問題なく、うん、プラス、早巻きするだけで一定のレンジを簡単に引いてこれるんで、うん、あとは、これ85サイズなんですけど4番フックをつけれるんでフッキングした後の右でも少ない、うんうんうん、これがね5番ってなるとここの4番と5番の差っていうのは結構大きくて、うん、針のサイズが小さい分刺さる角度が浅くなるんで、うん、結構強く引っ張った時に5番からは右でが多くなります。あ4番からはそういうのが少なくなってくるんで、その点なんか全ての条件をクリアした優秀なルアーと思うんで、うん、好きになった方は、はい、ただ一つこれの生シラスカラーってのがあって、うんうん、どうしても欲しいんですけど全然売ってない。売ってない。どこにもないんですか。どこにもないですね。兵庫とか大阪の友達にもお願いしてるんですけど、うんうん、全然見ないってことで、うん、あそうなんですか。そうです。もし多分出荷のタイミングではあるんやけど、うん、すぐ売れてしまうんじゃないかな。あ人気カラーなんですかね。クリアって基本的に結構人気カラー。あーなんでもし見かけた方はコメントでこっそりありましたよ。ちょっと兵庫であるとか言っても買いに行くそうですね。メルカリとかでもないんでね、うんうん、それやったらメルカリではちょっと高くでも買う方がいいと思うんですけど、うんうん、もう本当に優秀なルアーなんで、うん、はい、ぜひ使ってみてください、はい、多分ハマチとかサゴシとか結構釣ったんで最後の方、うんうんうん、もともと見てた方も多いとは思うんですけど、うん、はい、感じで今日の動画終わります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。